こんにちは。今日は無口な彼氏が仕事なので2人で見ます。カツド、カツド、あなんかいる、見えてきた、すごい、結構でかくない？てか普通にでかい、めっちゃいいスタジアム。帰ります。なんか奥のめっちゃ綺麗、もらった後期米倉。ユニフォームやっと着れました。おしゃべり彼氏おしゃべり彼女とおしゃべり彼氏今日はおしゃべり彼氏かわいいじゃがりこ食べたいなって思ってたら出てきた出てきたドラえもんが出してくれた。自分の持っている力。最高に伸びて持ってきてるの。どれ？あ、本当。あれ持ってんの？すごい。はい、ということで仕事から帰ってきました。ちょうど試合が始まりそうです。イエイ、ポンちゃん、ポンちゃんも待ちわびてたジェフとの試合だね。前節からは2人変わってますね。西澤と神谷が、変わってますね。頑張れ。わずかに左。レオレオレオレ
いやちょっと西澤がボールを収めない重要なとこで、さあ前半終了です。いやスコアレスだね。ほら、いやなかなか厳しい試合ですね。いやー、まあ、後半選手交代でも期待したいですね。後半スタートです。後半からはホナウドに代わって白崎が入りました。白崎復帰、これはより攻撃的にっていうメッセージかな。いや頼む勝ってくれ。やばい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 。マジかよー。おーいやーちょっともう疲れてんなで、久しぶりに負けてしまいました。イエイじゃないよね。イエイじゃない。シクシクシク。この借りは国立で返してもらうからな。次は町田、勝ちます。勝ちます。えなちゃんの分まで応援してきます。です。マジの電話かけましょう。以上です。